イマジンリプレゼンツファンキルのデスって遊ぼう。文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日お届け。この番組はゲームプロデューサーの今泉さんがリスナーさんからの質問や提案に答えたり、ゲームもラジオも一緒に作っちゃうというテーマでお送りします。イエーイ。はい、お願いします。よろしくお願いします。ファントムオブキルアルマスの CV を担当してます三友美瀬奈です。そしてはい、ヘラクレスリッキー担当宇都宮です。ヘラクレスオキシデンタルス担当のあずきちゃんです。はい、ヘラクレス担当ロンちゃんです。3人合わせて虹色カブトムシです。初めて個性を出してきたね。ヘラクレス、ヘラクレスなんだ。ヘラクレスの中でもヘラクレス。ヘラクレスの中の人みたいな感じ。よくわかんない。さあ、ということで今日もリスナーさんからの質問に答えていきましょう。今泉 P に聞きたいこと。うすまきなおとさんからいただきました。海っていいよね。僕は時々とても海が見たくなって海に面した公園まで車を飛ばすことがあるんだ。潮騒の音を聞きながら寄せては返す波を見ていると日頃たまったノイズみたいな感情を洗い流されてとてもポジティブになれるんだよ。てなわけで皆さんの海に関する思い出を教えてください。かっこナマコの話以外でとのことです。確かにね、僕はこう色が黒いんでね、すごくサーファーだったりヒサロ行ってるとかよく言われがちなんですけど、そうなんですね。すごい地黒でもう日焼け止めクソ塗るんですよ。あ、そうなんですか。だから海あんま行かないんですよ。海の思い出でいくとあれですよね。やっぱり海ってなんで落ち着くかっていうと、もともと生物って管だったのね。海が寄せては返してこのあれってこう波のリズムなんです、はい、そっから心臓ができてって波がある、そうなんですか。だからこの腸に人間の人格が一番こう入ってる。で川森翔司が言ってました。なるほど。だから安心するんですね。だからそうなんかふるさとみたいな。なんかストレス溜まった時はみんなで海に行きましょう。さあ、ここでファンキリーインフォメーションです。今回の担当は、はい、今回は宇都宮が担当いたします。8月25日に本当の海でイベントファンラブテラスアット鎌倉を開催いたします。イエイ。当日は会場から公式生放送を配信するほか、事前に募集した方を招待してこのラジオの公開収録も行います。収録した番組は9月9日と16日の週に放送予定です。ぜひチェックしてくださいみんな来てね。みんな水着で来るんだよね。それではまた明日お楽しみに。